東京 FM 渋谷スペイン坂、スタジオサテライトスタジオは、放送局の放送用スタジオのうち、演奏所以外の場所に設置されるものの位置形態である。特に明確な定義はなく、放送局のスタジオの一つとして扱われるものであるが、放送局のサテライトスタジオとは、演奏所建物内または、敷地以外の場所に設置した、スタジオ、すなわちスタジオフロア及び調整室を合わせたもので、 その調整室が副調整室機能を有し、演奏所の主調整室と自営もしくは他の電気通信事業者の所有する優先もしくは無線の通信回線によって接続され、映像、音声、その他放送用データのやり取りができ、直接放送、すなわち生放送可能となっているものの一つを示す。なお、副調整室の設備が簡素化されていることがあり、 CM 創出指示やテロップ操作などが行えない場合、保管として放送局側の副調整室を通す必要がある。日本では期間限定設置の臨時スタジオと常設スタジオの両方がある。前者はあくまでも臨時のもの、すなわち中継放送の一つとしての扱いになるが、後者で副調整室を持つものは放送局の放送システムとして放送局免許に関係する。 テレビ、ラジオともに、サテライトスタジオと呼ばれるものがあるが、テレビドラマ撮影用など大規模な映像音声制作用スタジオは含めないことが多く、報道などの要求から演奏所外に設けられるスタジオなどについても含めないことが多い。つまり、日本では出演者によるトークや CD などによる音楽再生が主体の小規模なラジオ放送用スタジオを 演奏所より離れた人通りの多い繁華街にある建物などに設け、基本的なラジオの生放送の様子を観客に見せる目的となっているものがサテライトスタジオに該当する。多くのスタジオは観客の番組への参加は考慮しておらず、外部の騒音を遮断し、観客の立ち入りを防ぐためにガラス張りのセットとなっている。外部に対しては放送音声を流すスピーカーと、 観客の声を拾うためのマイクロフォンを設置する程度である。ケーブルテレビが主力のアメリカではローカルケーブルテレビ局の小規模なテレビサテライトスタジオも相当数あるが、これも同様の構成である。日本ではテレビ放送が始まってラジオが押され気味であった1962年に日本放送がアメリカでの成功例を参考に小田急百貨店新宿店内にラジオスタジオ 解説して以来、日本各地に展開されている。オープンスタジオとは、下記のような目的に該当するものを指す。蒸気を簡単にまとめると、放送局の本社社屋内や、本社社屋の敷地内に設置された、一部もしくは全部の壁面がガラス張りになっているスタジオは、サテライトスタジオではなく、オープンスタジオということになる。ESFM ナンバスタジオ。ありがとうございます。